YouTube を見に来てくれて、うん、あれって多分なって、うん、普通のやつなんじゃねってなって、うん、リアを行おうとしてあ、一番あれじゃあ、あの僕らが望んでた方じゃん。そうそうそう。ティムショーバッカーって言ったかな、この名前、うん、これ特徴は、うん、見た目はワイドレンジハムバッカーなんですけど、ちっちゃいワイドレンジ。そう、多分ね、普通のハムのサイズになってんだよね。あ、なんだろう、なんかでも変わった音かな。ワイドレンジではないよね。で、高音もね、そんな出てるかって言ったら出てるわけじゃないんだよな。で、低音も出てるかって言ったら出てるわけじゃないんだよね。そう。でもなんかショリーンとしたところがあるな。ある。変更になりますので、それで音の変化聞いてみたいな。楽しみだね。そうだよね。それは楽しみよ。というわけで、ちょっとまた修理後の完成をお楽しみにお待ちください。はい。